船口からすぐバスが出ていますが、少しでもご利益をと思うんであれば、ちょっと戻って一の鳥居から伺うのがいいかもわかりません。まあ今回はバスで行くよりもいろいろ見ながら撮影しながら30分かけて登るっていうのもいいんじゃないかと歩いてみました。しかしそのおかげで少しちょっとパニックにもなったりしました。しばらく歩くとこちら梅宮社、達夫でもアンナでもなく咲夜姫が祀られています。そして川向こうにも摂末社があるので、禊を兼ねて川を渡ったんですけれども、裸足で足が冷たくて痛くて大変でした。祀られてるのは仕立てる姫。これ帰り体は思ったより動かず、気持ちだけが焦ってもう大変でした。で帰り深みにはまって軽くパニックになっちゃいました。まあ無事に渡れましたから良かったですけれども。そしてこちら貴船で知られているのが川床での料理です。漁を料理でいただく、粋じゃないですか。でもお値段も粋ですよ。朱色の大きな鳥居が見えてきますと、いよいよ本殿間近です。ここから大きな樹木の生える姿とかを見ると、なんか雰囲気が一変します。そしてこの灯籠の石段、いやー目の前で見るとね、ほんとね綺麗です。神社は人気のスポットで参拝者も多いんですけれども、朝早くということでそれほど多くはないだろうと思ってましたけど、結構人がいました。本殿裏手には大切な神様が祀られていると何度か言いましたけども、こちらも天津の神様がしっかりと祀られてました。縁結びの貴船様、これはそんなに昔の話じゃないと勝手に思ってましたけれども、古くは平安時代からもうそういうふうに呼ばれていたと。恋はいくらでも人を引きつける力がありますね。こちらの岩永姫、恋のキューピッドとして今参拝者がひっきりなしです。それでは奥の宮に向かってまいりましょう。そして見えてきましたのが奥の宮。貴船神社の創建はこちら奥の宮が初めだったそうです。祀られてる神様も高狼、ただ社記には蔵狼玉寄姫ということも記されてるとか。蔵狼高狼は同一神とも言われ、山の竜、谷の竜、竜神様ということです。縁結びのパワースポット、貴船神社。が反面こういうふうにも言われています。呪詛の神社、神様に願うことは人それぞれです。人との縁を願うもの、または人との縁を切りたい、恨みたい、そんな願いを叶えてくれる場所だったりするかもしれません。陽極かなわ、または貴船、これは神様に鬼になることを願った女が復讐しようとする、なんとも悲しくも残酷な話です。そして結の社の岩永姫、恋路を祈る神様というだけではなさそうな気がします。恨みも鬼も人が生み出したもの、一番恐ろしいのは人かもしれません。汚れた気持ちは川に流して清い心で参拝すれば、いいものだけが返ってくる気がします。良きも悪きも返ってくるんであれば、いいものだけを受け取りたいじゃないですか。